カスイン駅は、大韓民国大田港域市西区にある、韓国鉄道公社湖南線の駅。2011年8月1日をもって、旅客取扱いを中止、すべての旅客列車が通過しており、実質的には廃駅である。島式ホーム2面6線を有する地上駅。2面4線の外側に線路が2線ある。各駅停車相当のピドゥルギ号でも一部通過する。 列車があった数少ない駅だった。1983年、一旦旅客扱いが中止された。2000年に再び再開されたが、無群ファ号が上下一本ずつ停車するに過ぎず、さらに2010年頃からは、朝6時台の公衆駅方面行き一本が停車するだけになってしまった。結局2011年8月1日に再び旅客取り扱いを停止、その後は、 駅の周りにフェンスを設置し、人が入れないようにしている。朝鮮総督府官報国時代205号、1911年6月28日、朝鮮総督府官報国時代49号、1930年2月1日、朝鮮総督府官報国時代619号、1937年2月19日、鉄道庁国時代15号、 1977年5月7日、鉄道庁国事第1号、1983年1月31日、鉄道庁国事第2000から9号、2000年4月17日、国土海洋部国事第2000から987号、2000年12月27日、ありがとうございます。